西古屋ダムは、栃木県塩谷郡塩谷町、不入西古屋、利根川水系白石川に建設されたダム。高さ21.5メートルの重力式、コンクリートダムで、東京電力、リニューアブルパワーの発電用ダムである。同社の水力発電所、塩谷発電所に送水し、最大9200キロワットの電力を発生する。戦後、 絹川筋スジの水力発電所を継承した東京電力は大正時代に運転を開始した下滝発電所を中心に再開発を実施した。下滝発電所の出力は完成当初の3万1 2 0 0ットから12万7 0 0 0ットへと増大し、名称も絹川発電所と改め再出発した。新しい絹川発電所では、 出力増加に伴い使用水量を大きく確保したほか、電力系統の周波数を安定化するべく、発電所の出力を自動的に調整する AFC 運転を実施するよう設計されている。大量かつ一定でない水を平均化する逆調整地として、再開発前は中岩ダムがその役割を担っていたが、再開発に伴う使用水量増加により、 新たに西古谷ダムが建設されることになった。西古谷ダムは1961年に着工し、1963年に完成した。東武鉄道絹川線、絹川温泉駅前から東へと伸びる道があり、その先に西古谷ダムがある。絹川発電所で発電に使用した水は、二股の放水路を通じて、片方は絹川の中岩ダムに、もう片方が、 西古谷ダムへと伸びている。水は西古谷ダムで一時的に蓄えられた後、一定量が塩谷発電所を通じて河川に放流される。また、ダム直下からは河川に持放流として少量の水が放流されている。ありがとうございます。